ポルトガルの地図制作者、ペドロ・レイネルの古い海図にある、ラシンズ・ラシンズ、または、コンパス・ローズとは、地図や海図に、東西南北の方位を示すために置かれる図形である。また、古い方位自身の文字盤のメモリ付きの模様も意味する。ラシンズの考え方は、今日のあらゆる高校システムに取り入れられており、海図、無指向性無線標識、超短波全方向式無線標識、 グローバル、ポジショニングシステムといった機器や装置に見られる。方位自身が考案されたのは11世紀だが、それ以前にも、羅針図に相当する方位を示すものとして、ウィンドローズがあり、風の吹いてくる方向を方位に対応させたものだった。風イ図は、今では、各方位から吹く風の頻度を表す図として、気象学者が使っている。ホルヘデオグウィーハーによる図にある 方位ラシンズを再現したもの。署名と日付が書かれたポルトガル最古の絵図である。ラシンズは地図上で方位を示す要素であり、東西南北はもちろんのこと、その中間の方位も示しているものが多い。ローズつまり、バラとあるのは初期のラシンばの派手に飾り立てられた模様に由来する。フルールドリスという衣装を北を指す部分に使うことがあった。これは、 北風を意味するトラマンテインのイニシャル T を表したものである。同様に古い地図では東に東風を意味するレバンテの L を意称化したものか、西ヨーロッパ各国から見てエルサレムの方角だということで十字架を描くことがあった。初期のラシンズは30度ごとの十二方位を描いており、特に古代ローマ人がこの形式を好んだ。 中世になると、全員の教育レベルが低いため30度と言われても、ピンとこなかったことから、16方位のらしん図が描かれるようになった。16方位になると22.5度ごとという半端な数値になるが、一周を360度と考えずに4、くらいの半分の半分と考えれば、直感的にわかりやすい。また、グラードという単位を使えば、25グラードごとという、 霧の良い値になる。ラシンズの古代版、ローズ・オブ・ザ・ウィンズは、方位を、それぞれの方位から吹く風を擬人化した神屋根もイの名で、表した。例えば、西はゼッピュロス、東はエウロスといった故障である。中世のアラブ人は32方位ラシンズを公開に、使っていた。標準的なラシンズを描いた、最初の人物は、ペドロ・レイネルである。トラバースボードの上部にも、 羅針図が描かれていた。海図によく見られる羅針図。真の北と磁極の北の両方を示している。現代の羅針図は二つの同心円になっている。外側の環は真の方位を示し、内側の環は時方位を示している。真北は地理上の北極点を指し、地北は北地局を指している。この二つの北の角度の差を変革と呼び、船の位置によって変わる。 成功会はシンボルとしてラシン図を使っている。ありがとうございます。